します。よろしくお願いします。では飯塚さんにですね、アベノミクスの評価を伺おうと、はい、ズバリ伺いたいと思いますが、いかがですか。はい、そうですね、まあ、第一の矢、第二の矢、第三の矢と、まあ、いうことで、まあ、大胆な金融緩和、それから、財政出動、そして一番大事な構造改革ですね。でこの3つを推し進めているということなんですけれども、特に海外の投資家からすると結局はこれ1本の矢しかないんではないかと、うん、金融緩和1本矢にで結局のところ一番大事な構造改革が出てこない、また財政政策も景気が中途半端なうちに消費税の引き上げによって逆の方向に行ってしまうと、結局のところ最終的には黒田総裁がひたすら金融緩和をやると、それでなんとか円安にして景気を良くしていくと、まあ、結局はそういうところに落ち着いてしまうんじゃないかと、まあ、こういう懸念が強まってきたんですね。その円安にするということですが、はい、ちょっとアメリカ自身が債務上限でグラグラしてますから、はい、その円安にしようと思ってもならない可能性もありますね。おっしゃるとですね、アメリカの財政政策をめぐる混乱によりまして、当初9月からアメリカの中央銀行 FRB は QE3 の規模縮小、いわゆるテーパリングを始めるということで言われていたわけですけれども、残念ながらこのタイミングがおそらく早くても来年の3月、場合によっては、来年の末ぐらいまでずれ込むんではないかという見方も出てきています。まあ、こうした中でいくら日銀がですね、金融緩和をやりましてもなかなか、円安にならない、むしろアメリカが不安定の中で円高が進んでしまうんじゃないかと、まあ、こういう懸念が出てきてますね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。